アミって誰？もう勘弁してよ、フィリピンは。日本人がいいよ。痛いな、お前、てめえ、この野郎は。何やっとんだ？どこ見て歩いとんだ、てめえ。この野郎は。舐めとんか。気をつけろよ。まあ許せねえよな、ああいうやつ。配信ついてなかった。手でだわ。マジで。何はワンコそば配信2時からね、あと1時間ぐらい暇なんだよ、それまで。服買うわ、寒いし。これ捨てなあかん。それ寂しいけど、俺と一緒の人いるしね。なんか安いとこは寝れなくてさ。俺好きなのかな、あいつのこと。寂しいだけかな。どうしよう、服屋さん、無印良品ある？いや、そこ行こう、安いし。どうしてよだっけ。君と好きなら追い出さない。距離が近すぎるのも良くないし、中途半端な関係だったから。許可取りますよ。いや、無印良品もういいわ。もうほな無理に決まってんじゃん。もういいや、外行こう。無印良品が許可取れるわけないじゃん。もういいよ。タクシー乗るわ、もう。何やってんの。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。優しい、優しいな、優
優しいな。ドア開けてくれ。本当につらい。どうしよう。つらい。苦しい。つらい。タクシータクシー、タクシーどこにいる？タクシー、タクシーは、新野町？うん、珍しい。久しぶり。どうしたの？メンタルクリニック紹介して。あれ、俺が行ってるとこめっちゃいいけど、紹介するのになんかバレそうで、俺が行ってるとこあるんや。配信外で行く。配信外とどうしたの？いや、前言って子にいじめられてる。お前ちゃん出てんの分かれたんじゃない？そうだけど、ちょっとめめしくて。どちらもめめしめし。俺がめめしくて。お前がめめしすぎだって自分が解決しないとダメじゃん。メンタルクリニック行こうかなと思って。メンタルなのかな？それ恋愛相談って違う気がするじゃん。違う？いやもう話し合えないよ。どういじめられたの？うん、そうやって匂わせて、メンタルをやられる、メンタル攻撃。匂わせっていうのは何？その前ちゃんは他の男性となんかあるみたいな。そうだよ。でも別れたのはゼロワンの決断じゃないの？そうだけど、関係ないんだけど、そういうの配信に見せつけられるのがもう辛いじゃん。じゃあやり直したらいいな。そんだけ自分の独占したいんだったらさ、なんで別れたのか。いろいろ合わなくて。性格合わないってこと？うん、合うとこも。いや、好きやん。いや、好きなのかわからんもん。でも依存しちゃってるってことがいつもだよ。うん。
依存してるんだったらやっぱりこのパートナーってさ、好きなとこよりも嫌いなところを許せるのがやっぱり長く入れるコツって言ってたよ、あの堂々と強しの堂々と光一。あーね、キンキキッズだから、嫌いなとこが許せないんだったら無理だと、嫌いなとこは許せるぐらい寛大な器にならないじゃん。寝れなくて。ああ、まあね、好きな人は分かるよ、気持ちは。俺もやすごいやってたり寝れんかったから、まあ、2歳ぐらいもらった方がいいかもね。あの睡眠はやっぱり思考停止させるから。ああ、2歳だったら別にメンタルクリニックじゃなくても、いや、深夜町の同じとこ行きたい。うん、俺も行く、教えて。そこはきつい。ダメ？そこは、あれガチなやつだから。信用してくれないんだね、新野町も。そうやって。いや、ちょっと怖いな、ちょっとリスナーさんに紹介されたのもあるから。俺誰にも言わないの、信用ないんだ。よくわかった、新野町の気持ちが。もう、もういい、頼らないよ。いやもういいよ、新野町。また遊びに行くわ。うん、じゃあね。バイバイ。メンタルクリニック。通話は OK だよ。ちなみに、新八丁っていいやつだわ、一番好き。タクシー拾ってわんこそば向かうわ。タクシーがいないんだよ、タクシーが。よくそんな人が落ち込んでるのにひどいコメント打てるね。許せないもん、お前ら。こういう時ぐらい優しくしてくれてもいいのにな。誰だって落ち込む時あるじゃん、生きてたら。辛い時ないの、みんなは。苦しい時ないの。なんでそれを笑ってバカにするの、ひどいよ。傷舐め合ってくれない。自分でした決断、まあ自分で出したつって。自分で出したつだ。タクシー船出した。タクシーがいない、タクシーが通らんのか。依存、タクシーがいない。ごめんなさい、いた。こうやって配信つけて
乗り越えるしかないんだよ。少しずつ、それしかない。一睡もしてないよ。今日10日 ?14 日か。大阪行くか。大阪一回帰るか。どうしたらいいの？どうしたらいいの？吐き気する。うわ、気持ち悪い。タクシー名古屋、まあ、お父さんに会いたいからね、久しぶりに。あんこそば、うん、タクシーって西口行けばいいの？左？ああ、ああ、あって何？あってどうした？タクシー乗り場、許せねえよ。食べよう。バス乗り場じゃない？あった。近いのかな、わんこそば屋さん。遠いのかな。痛い。ねえ、ゴミどこに捨てたらいい？これゴミ箱か？これゴミ箱じゃない？ゴミ箱だ。20分ぐらい着く？目の前じゃないの？そんなに距離遠いのか？